ですね、えー、と GU さんから出ているですねリアルレザー、クロック、サンダルと、えー、紹介したいなと思います。まあメンズって書いてますけど、別にねえー、と女性の方でも十分大丈夫かなと思います。今ちょっと話題になっているのでねえー、と紹介したいなと思います。はい、で僕ねえー、と カラー展開がベージュ、ブラックと,、えー、とダークブラウンとあるんですけど、あえてダークブラウンを買いました。えっ、ー、と、まあ、ちょっと説明、そのことに関してもちょっと説明したいことがありますので、えっ、ー、と、最後まで、ぜひ最後までご覧になってくださいませ。えっ、ー、と、前回ね、<laughs> あのー、ちょっと紹介したんですけども、これを入れっぱなしにしてですよ、うわーきつい、きついって言ってた。 <laughs> きついなあきついなって言ってて、えー、と僕普段ね26履いてんですけど、えー、とまとめさんがですね20あの小さいワンサイズ小さめでも多分大丈夫だよということで25を買いました、はい、で結果的にですよ、えー、と小さいの買ってよかったんじゃないかなと思っておりますこれについても、えー、と最後の方で、えー、とお話ししますね、はいえー、とまずね3990円となっておりますが、えー、とこのダークブラウンに関してはですね もしかしてですけども、えー、と下がる可能性が黒は多分ねサイズがけしてもうなくなるんじゃないかなと,、えー、とベージュもおそらくなくなると思います勘、うん、ですよ勘。で、えー、とこのダークブラウンに関しては、えーとワンえー、と1回下がって2990円になるんじゃないかなと思って、うん、それまで待ってもいいかもしれないですねまあそれほど欲しい人ではない限りは。 えーとこのダークブラウンに関してはですよ、うんえーと、ちょっと待っててもいいんじゃないかなと思います。はいでえー、とレビューを見ましたけども、えーと人それぞれ、人それぞれですね、こんなに分かれることはあんまりないんですけど、少し大きいとか、少し小さいとかいった感じはありますけど、結局、この本革なんですよね、うん、スウェードの本革なので、ちょっときつく感じるといった感じになるかもしれないです。で、あのー、ムラもあるかもしれないですね、えー、と製品に。なので 欲を言えば大型店に行っっててやっぱり履いいいた方がいいこれちょっと難しいかもしれないサイズ合わせうんどっち買ったらいいのかなって迷う時があるんですけど若干ねえー、と履いて伸びることを考えると少し小さめでもいいのかなと個人的にはね思いますはいよしとんじゃねちょっとね重いということもありましたのでえー、とレビューでねちょっと測ってみたいなと思います見えますねうん。 えーと319、ね、これ違かったら笑うな。<laughs> こうやってこっちの左がですよ左が319でこっちが305 <laughs> まあ GU さんらしいといえば GU さんらしい何が違うんだろう <laughs> 接着剤とか確かにねこっちの方が重いんですよね少しだけ。 <laughs> 超ウケるなと思って。まあね、えっ、ー、とまあ300ちょっとと、えっ、ー、と、仮定しますよ。この辺がムラなんでしょうね、きっと。えっ、ー、と、300ちょっと。で、こっちも300ですね。えっ、ー、と、これはユニクロさんで僕この前買ってきた、えっ、ー、と、ユニクロ U の、えっ、ー、と、ニットスニーカーですね。ニットスニーカー1990円。これまだ売ってたな。うん。で、えっ、ー、と、これはもう1年ぐらい前に履いて、ほとんど履いてない、えっ、ー、と、ユニクロの、えー、とスニーカーですね。これが、 322なのでこれよりは少し軽いということになりますね重いと言ってもサンダルにしては重いといった感じは確かにあります、うん、なのであの軽いイメージでやるよりも少しねえとサンダルとあの普通の靴革靴の中間ぐらいとイメージされてもらえばいいんじゃないかな、うん、でグルカサンダル自由の去年のグルカサンダルよりは軽い明らかに、うん まあその辺、まあ、そんなに重くないですよ。うん。そんなに長距離歩くわけでもないのでね。うん、よしと、で、えー、ちょっと気になったこと、1つ、えっ、ー、と、2つ、えっ、ー、と、ほら、こういうね、まあ、自由さんらしい、これは、えっと、コロコロで取ってあげましょうと。うん。で、ですよ。あ、ちょっと待ってください。えっ、ー、と、商品説明しますあ。商品説明、ちょっとしてる時間がないので、えっ、ー、と、スウェード調で長く使えると書いておりましたね。 長く使えるかどうかはちょっとわからないですよ。経年、経年変化を楽しめるとか書いてますけど、まあこの辺はまあちょっといいんですけども、ちょっと珍らいですけど、ここの縫製ですね。この縫製。この縫製が、どっか切れるとね、おそらくホロホロホロって取れる、取れてくる可能性もありますので、長く使えるということはないんじゃないかなと、うん、個人的には思います。まあ、ワンシーズン、ツーシーズンぐらい入って。で、この辺もね、おそらくこう、 ポロポロポロっと,、えー、と落ちてくるか、えっ、ー、と、なんていうんですか、へっこんでくるか、えっ、ー、と、どっちかなんじゃないかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、裏、裏はまあ、こうなっておりますね。うん。ザラザラで、まあ、そんなに滑らないようなゴムの、えっ、ー、と、底となっております。で、えっ、ー、と、僕、ちょっと足が広めです。で、えっ、ー、と、これをね、一つ、えっ、ー、と、広くしました。そうすると、ほら、線が入りますでしょ。なので、もう、ちょっときついなと思ったらば、最初にもうね、 えと広くして自分に合わせた方がいいじゃないともう型がついちゃってほらこういう線が、えー、とついちゃうのでこれが気になるよって言った方はねもう買ったそばから履いてみてこれで調節してあげた方がいいじゃないともう型がついちゃうのでねうんでえっ、ー、とあと気になることはですね少しいや、まあ、まあこれが履いてたせいもあるかもしれないですけど少し中が汚れている、うん、なのでえっ、ー、と 彼女の家に行く時にね <laughs> 白い靴下履いてこれえと履くともしかしてゴミがつくかもしれないのでえと確認しながらやってくださいませ、はい、でまあワンシーズンツーシーズンぐらい履ければいいかなぐらいな感じでまあ4000円なのでね、うん、まあそういった感じで考えてもらえばいいですねで少しだけ色も違うような気がする光の関係かなうん製品にちょっとムラがあるような感じはありますね はい、ただしこの辺のステッチなんかはまあ大丈夫なようですよ、うん、ただここえー、とおそらくですけどまあ接着なんですけどもこれ取れてくんじゃないかなとうん思いますはいこの辺ねあごめんなさいこの辺ですよ、うん、よしとんじゃねちょっと長くなりましたじゃあねえー、と履いてみたいなと思います 入ってみました。僕、えーと普段はね2 6だいたい入っております。はい。で、25だと、あごめんなさいね、26だと、ちょっとあのー、ちょっとだけ緩いかなというえー、と足のえー、と形ですね、えー、と幅広です。えー、と足の甲は高くはないですよ、うん、の足の形で、えっ、ー、とまあ、ちょっときついかなと。 いいいった感じですすがままあ歩いてれば慣ればなるかなとは思いますで少し分かりやすいようにソックス帰ってきました JW アンダーソンのかかとだけちょっと色が違うやつ。うん、で、えー、とほら少しだけ出ます。出ますよ、田中さん。ちょっと出ますからこのぐらいちょっとあのなんてんていうですか、えー、小さいということですね。もしもしねこれが嫌だという方はやっぱり、えー、と1セン小さみなので25、26、27、28までですね。うん なので、これが嫌だという方は、えっ、ー、と、ジャストサイズ、もしくは、えっ、ー、と、ワンサイズ上を買われたらいいかなと思います。はい。で、ちょっとこの丸型、可愛いかなとは思います。個人的には。えー、まあ、夏なので、たまにこういうのも履いてもいいのかなとは思いますね。えっ、ー、と、これは、あれですね、ボトムスは、えっ、ー、と、ユニクロのレディースのタックワイドパンツですね。 えーとこの前買いました、えーと。リンク貼っときます。ぜひご覧になってくださいませ。はい、といった感じです、えーと。ブラウンブラウンでコーヒー合わせればいいかなと思います。えーとまあ黒,うん、黒ぐらいかな。えー、とジーンズ、うん、ジーンズ、デニム履いてこれだとちょっとあれかなと思いますね。なんとなくこういったきれいめな、うん、センタープレス入ってるようなきれいめのスラックスなんかに合うんじゃないでしょうか。個人的には思います。あとは合わせ方ですね。うん まあこういいった感じですはい、重さっていうそんなに重くないですよぶっちゃけただし硬い少し硬いですよ硬いのが嫌な方は少し慣れるのに時間がかかると思う、うん、でこれでもう一日中歩いたわけじゃないので今こういうふうにちょっと歩いてみてですけどもまあちょっと半日は慣れるまでかかるかなと思います 靴ズれに関してはまあグルカサンダルのようにはね、えっと、靴ズれはないのかなと思いますけど少しここに当たるかもしれないですね最初のうちは、えっと裸足ではなくてあの靴下履いて少し慣らしてからといった感じがよろしいかなと思いますようんまあちょっとまあまあ良かったまあまあですよ、うん、すごくいいってこともないけどもすごく悪いっていうこともない4000円かまあ2990円にぐらいになればいいかな うん、そうすればいいかなと思いますただし黒ベージュは売,れ売り切れるんじゃないかなと思いますまあ個人的予想ですけどもねうんまあそういった感じでしたまああとは、うん、この辺がちょっとやっぱりねチープ感は否めないなと思います、はい、で少し大きいのでねあ,あごめんなさい、ね、少し大きいのでここここですね ここが少しもうへこんじゃうかなとは思います。まあ小さいのを買ってしまえば。うん、まあリアルレザーなので本革なのでね少しずつは伸びてくるかなと思います。はい。ただしあの商品説明に書いてあるような、えー、と経年変化を楽しめます。楽しめますぐらい長く使えないとは思います。はい。まあ,あの流行もあるのでねこれが来年再来年ぐらいまで。えーと 持ってればいいのかなぐらいな感じで入っ、えー、ていただければいいんじゃないですか。うん。よしと。はい。といったわけでね、えーと、今日はこんな感じです。えっ、ー、と、ありがとうございました。今度も良かったらね、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、売り切れてるかどうかっていうのはもう分かんないですよ。もうこの先の話。自由さんが決めて、あとは安くするのもね、自由さんが決めるので。うん、はい。といったわけで、えーと、コメントはオフにしておりますね。えっ、ー、と、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい。皆様、素敵な一日を。